まあ、実は開催中ということですけどもね。いやまさにやっておりますね。土曜日ですね、はい、うん、いや昨日ちょっと雨でしたけどもね、うん、あそうでしたね、ちょっと雨降りましたけど。いや梅雨に入っちゃうんですか。もう入りますね。梅雨っていうのはこれリーグ戦でどのような影響を及ぼすんですか、 J リーグに関しては。あんまり J はないっすね、うん、ない。野球の方がこれはというか、あのいわゆる休みにならないっすから。あ、まあそうだよね。いやじゃあプレー上、プレー上あんまないっすよ。うん、そんなに。そうです。熱とか、熱っていうかその気温の方がありますね。気温がちょっと下がっていい感じか。うん、でもね、あの個人レベルでは結構いますね、雨苦手っていう人とか。なるほど、うん、ほう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 。先生は雨苦手？僕苦手です。そうですか。あのい、うん、なんだろう、ノーマルでない気象全部苦手です、うん、ノーマルでない気象暑さ寒さ雨雪、まあ確かにそうですね。確かにそぶても増えてる、はい、いやまあサッカーニュースでいうと最近なんだろうね、代表戦もあらかたやってますけどね。そうですね、うん、ちょっとそうそうそう、まさにそうだ、うん、なんかせっかくなのでこの間の、はい、あこれ言わなきゃいけないよ、マーさん。あ、何？マーさんにも今お伝えしますけど、うん、はい、ミルアカの公式サイトができました、はい。おお、あもうできたの？はい、ららら作っちゃった。まあでも結構簡易的なものなので、あのそんなにだから大それたものだとはあんまり思わないでいただきたいところはありますけど、まあとりあえずできましたよということで。まあ実際じゃあまあちょっと概要欄に貼っときましょう。じゃあ、あまだねちょっと今中身いろいろあまだじゃあやってるので、デザインだけはできて、あとだいつ出してもいいっちゃいいんですけど、あれでせっかくなんで今まで、撮ってきたいろんな動画があるので、それのなんかちょっとした説明とかも加えながら掲載していこうと思うので、次のミルトとの段階とかでリリースできればなと思います。だからその公式サイトの中で、まあ、毎回 の、 その動画に どんな話していくのかとかっていう、どんな話してるのかっていうのをちょっと記事っぽくもお伝えしたりだとか、あとは毎回のミルトトだったりだとか、あとはなんかトークライブやっていくよって中でね、あの毎回毎回違う URL になっちゃうと思うんで、基本的にこのサイト見てくれたら全部揃ってるよっていうふうに思っていただければいいなと。そんなができちゃうわけですね。ハイテクですね。まあ、こんな感じですね。ありがとう。本当にできてるんだ。そうそうそう、これちょっと違うページですけど、はいはいはい、まあ、こうやってなんかどなんかの動画ここに入れてってみたいな感じですね。なるほど、はい、バーッと入れてくる感じで。ありがとうございます。どうも見る赤もね、はい、進んでいきますね。いろいろね進んでいきますよ。 いろんなことやっていこうと思ってますから。お茶組みの人とか入ってくれるといいですね。お茶組みの人、ね、あとはこのね動画をパッケージしてくれる人、確かに確かに、いろいろとね、はい、やっていただければと思います。はい、久保建英くんがね出る出ないみたいなので、やっぱりこうヤフーニュースとかはね連日こうやってますけども、やっぱ温度差出ますね。こうサッカーの話毎日してると、いや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 と思いますけど、まあ世間はやっぱそうですね。今回の代表には そのニュースしかないのかぐらいのねテンションで言ってますもんね。あのしょうがなくて、これあのメディアの人も聞いてるからうんうんって思われると思うんですけど、あのこの10年ぐらいのサッカー界ってとある人たちを中心に回ってきたんですよ。なんですかそれは。あのアメリカの石油コングロマリットですか、まあ、みたいなもんで、ミスター X 的なやつですね。あのいやマジで、うん、この4人中心に回ってきたってのあるんですよ。闇の組織みたいなことですね。むしろ超あれですよ、まあ、あの石造りのあの一族から始まってる何でしたっけ、誰だよ目のマークの何でしたっけ、わかんない。違うんですか、都市伝説のあれじゃなくてあれなんですよ、うん、本田圭佑、香川真司、リオネルメッシ、クリスチャン・ロナウドのこの4人を中心に回ってきたところが、日本のサッカーメディア確かにね。そうなんです。だからあそうか、そうなんですよ。そのキャストがちょっといない時期は厳しいわけね。だと全然大変なことになるんですよ。まあそれもどうかと思うけど、それも確かだよね。みんな好きだもんだって。これそうなんですよ。そうそうだよ。だからそれ以外の人たちってなかなかその見出しに名前が出ることすら結構難しくて、そうだよね。ね、ドラえもんの映画見に行ってできすぎくんとねスネ夫2人の話じゃちょっとね。そうなんですよ。ジャイアン出てこないと。それだったらのび太の友人の話ってした方がまだみんな見に来るっていう状況が生まれちゃっていて、確かにそうだったんですよ。なるほど。じゃあその何もうスターを作ろうとしてるってこと。そうなんだ。からそれでもう次の世代がもう久保建英なんですよ。あそうか、とムバッペとかそこら辺になっちゃうのか。どうしてもネイマールは意外とそうでもないんですよ。なんでなんでなんだろうね。なんだみなんだろう、こうメディアとしてこう作ろうとしたものの意外に興味がないっていう、作ろうとあみんなスターだよってこう作ろうとしたものの、ね、そこまでみんな興味なかったってうちで。あなんかちょっと分かる気するね。ネイマールってなんだろうね、ちょっとそのとこあるよね。なんかそんなに興味ないんですよねみんな。うんうんうん、そう何なんだろう、ね、分かんないですよ、うん、でもただこれ野球だと全然違くて、あのー
我々で言ったら普通に考えたら野球、サッカー、バスケみたいな括りあるじゃないですか、ちょっとね一人だけ別格の人間がいらっしゃるんですよ。野球からこの人だけ分離してるよって言って大谷翔平さんって言うんですけど、彼だけ彼が、彼の記事における全 PV 数と野球で賄える全 PV 数が同じぐらいなんですよ。なるほど。一人でだからサッカーよりも、サッカー全部国内、国外合わせてよりも大谷翔平の上なんですよ。そうなんだね。へえ。大谷メディア作るだけで多分稼げます。確かに。そっか、大谷の番記者が大谷メディアだって毎日こう 5,6 本記事上げ続けるだけで相当いけますねっていう状態なんです、ね、あのさ大リーグのそのさ情報、大谷が打ったなんとかしたみたいなさ、はい、火曜日の午後とかによく入ってくるんですよ、火曜日の午後僕結構あのなんていうんですかね、あのせちがない飯食って帰る帰りだったりするんでいつも込むんですよ。うん、うん、年下がホームラン打っとるわ何億分かみたいな、はい、はい、あの時期やめて、あのピローンっていうのあの時間午後の昼下がりやめて、言われてももっと夜とかになんかひっそりやって、なんか昼下がりとかやめて、なんか飯食って腹いっぱいでああだりーなっていう時になんか海を越えたとこですげえ稼いでるみたいな、まあ、しょうがないです、ね、だってその時間帯に試合が終わるんだからしょうがないですよあのポップアップみたいなの消せないんかね、消し方が分かんないんだよね、一回登録しちゃうとね。多分なんかすればできると思いますけど、機種によって違うんで。そうだよね、はい、あもうね、ほんと Google でも先にサッカーの試合分かっちゃうのもいつもいいじゃないですか、画像見てんのに。しょうがないアホなのかなこの機械は。しょうがないってね、それは。さあ残り20分になってきましたピローン試合終了みたいな、これ生じゃなかったみたいなあるあるですよねこれね。まあ、今ねまさにちょうど我々今収録してる段階では吉浜亮平選手が素晴らしいフリーキックを決めて1日で終わったなんてね、そのタイミングだったりしますけど、いや僕はやっぱり年齢的にねこうライジングサインよりもやっぱこうねベテランの味みたいなの見ちゃう年になってきてますから、はいはいはい、あのフリーキック見事頭越えられた下で寝そべってた松井大輔の気持ちになってますよ今あんな攻撃的でファンタジスタ松井がねこう守備的なところでそのなんかこうなんか汚れ役みたいなところじゃあれ下通された時に顔当たるかもしれないところでしょ。そうです。あれなんで松井さんにやらすんですか先輩に。まあ、あんな役をでも自ら買って出た可能性もありますから、ね、背が高くないからか。それもありますよね。なるほどね。それ全然関係ないところから決められて、はい、追いつかれた景色がもうあれ地面にほっぺたに芝ついてますからねそういえば先ほど我々あのウィーニングイレブンを、はい、FIFA ですねやってましたけど、はい、なんかフリーキックで面白いシーンありましたね。それ考えるとね、あのブラインド勝負やってるんです最近ねせーのでこうブラインドランダムでやって、さっきボリビア対なんですよ先生。僕カナダです。カナダね、はい、ボリビアのねあの壁が低いんですよみんなちっちゃいから。低かったですね。その上で先生にフリーキック決められてるんですけど、中のやつが2人とも避けるっていう、ね、避けてね、壁で顔をフッとかわすみたいなね。そのちょうど下、ちょうどその顔の位置をボールすり抜けて入るっていう、派手に避けたわけじゃないですけど、ウィリアムあんなことあるんですねあのスマップが隊列組んでオープニングでキムタクと中井くんがフッと逆の方向に、ね、そう分かる、顔そらしたみたいなね、そんな感じでしたね。そうでしたね、そこの間行かれたみたいな、あんな動きあるんですね。まあ、あとねこれと収録してる次の日に、はい、エルサルバドル戦があるんですが、まあ、ちょっとせっかくなんであの代表の話もちょっとしたいんですよ、うん、でまず先にこれ言うんですけど皆さんにもお伝えしたいんですけど、うん、今あの僕あの、98年のワールドカップ以降 その代表の、はい、まあ、歴史みたいなものを振り返るような今動画を作ってたりするんですけど、うん、もう一個あって、うん、このエルサルバドル戦とトリニダード・トバコ戦の、はい、せっかくだからちょっとね今回これ3バックに変えたのがあったから、はいはいはい、何がどうだったのかとか、うん、ってものをあの以前ちょっとあの J1のレビュー編、湘南対横浜 F マリノスで使った、はい、あのいわゆる戦術カードの切り合いみたいなところも使いながらちょっとご紹介していこうかなと思ってますので、ぜひ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 よろしくお願いします。勉強したいです、はい、うん、そしてですねトゥーロン、うん、無事にベスト4進出。あ、そうだったんですね。やりました。おめでとうございます。そうなんだ。この間あのグループリーグ最終戦で、はいはい、ポルトガルと戦ったんですよ。で今回もう全然あれなのか、うん、ポルトガルさんだけ U19 で来たんですよ。今回一応トゥーロンって U23 の大会なんですよ、うんうんうん、だチリは大体その23以下のメンバーで来て、はい、でイングランドと日本はあのちょっと確かに U22 なんだけど若干格下組のメンバーで来て、うんうんうん、まあイングランドは U20 で来たけど、まあ、いろんな立場から強化してるってことね、それぞれが。でポルトガルは U19 の結構ガチめんで来たんですよ、うん、でそれ相手には負け惜敗してしまったところでもあるんですが、うんうん、はい、チリ戦で 6-1 と圧勝したこともあり、得失点のおかげで決勝進出です。ああそういうことか。はい、
あ、準決勝、準決勝進出。ベスト4はどこになったんですか。あ、まだね、あの、うん、この収録してる今日で、うん、あ、出揃ってない、出揃って、出揃うのでまだ分かんないですけど、なんかいいとこ残ってほしいね。いや、残ると思いますね、結局は。どこの可能性があるんですか。で、おそらくブラジルと、うん、まあ、メキシコあたりは少なくとも上がってくると思うので。いいじゃないですか。あともう一チームがもうポルトガルか、うん、フランスか、うん、アイルランドか、そこら辺になるんですよね。あ、なるほど、このまま著名な国々ですね。ですね。まあ、じゃあいいじゃん、そこで優勝したら一つタイトルですね。いや、そうなんです、実はですね、うん、そしてもう一つあるのが、うん、第2戦でハットトリックを決めた旗手選手が現状、うん、あの得点ランキング1位なので。ほいほいほい、すごいですね。レアル、レアル呼ばれる、わかんないですけど、でも旗手選手実はかなり忙しくて、ここでだから今度、まあ、勝ち上がって6月15日くらいまで大会はあるんですよ、はい、で一旦日本に帰ってきた後、その後今度あのインカレ、インカレ、あの大学 の、 あの全日本選抜に選ばれたので、はいはい、インターハイの大学版でしょ。そうっす、うんうん、で、あ、インカレというかあれですね、うん、あの全世界 の、 その大学の対抗戦。ああ、なるほどなるほど、はい、ほう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 、に今度行きます。またあとだから上田綺世選手も、うん、コパ終わった後すぐそっち、うん、とかね、うん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 、なんで忙しいですね。恋してる暇ないよね。いや、てか大学の授業すらいけないですからね。本当だよね。ちゃんとでもあの学業は本分だからね、ちゃんと大学側はダブらせてもらえないと困りますね。いや冗談ですよ。いや、笑いたかったんですけど、実はそこで、うん、あのいろんなエピソードあって、うんうんうん、真面目にやってる人って実はほとんど大会終わってるんですよ。ああ、そう？そう、終わってる。あの例えばあの室谷選手いるじゃないですか、うんうん、室谷選手って大学4年で FC 東京入ったんですよ、はいはい、でもやっぱプロ入っちゃったらもう大学行くことなんてほぼ無理じゃないですか、うんうん、まあそうですよね。でもそれ計画して、うん、ほぼほぼ3年まで大会取り終えたんですよ。偉いですね。っていうのもあったから、うん、大学側としてもいろいろ OK、うん、特例で出て、うん、それで行けたっていうのがあった、うん、真面目そうな顔してるもんね、村谷選手って ね、 ね、ちょっとね、そうですね、うん、買い食いとかしなそうだもんね。それはどうなんだろうかな、うん、合コンとかしなそうだもんね。合コンとかでもなんかサイドでね、こう飲み物とか運んでそうだもんね。いやでもだからサイドで上がり下がりしてそうだもん、ね、で南野に水を送ってそうだもんね、うん、中の南野にね、南野が決めても決めなくてもこう黙ってこう ね、 黙ってね、こう水を運ぶ役をやってそうだもんね。いやなるほど、ね、うん、コンパでもね、絶対行けなかったでしょうけどね、大学の時に、うん、コンパね、うん、コンパなんてもないんですか。僕行ったことないんで分かんないです。そうか、うん、まあトゥーロン頑張ってほしいですね。はい、うん、ですね、うん、そしてあとエルサルバドル戦があって、はい、まあ、今度はそこからコパと、うん、あとはあれですね、女子のワールドカップ。ああ、そうなんですね、始まってるんですね。始まるというところもあるので、はい、まあ、なんかね、いろいろちょっとずつ僕らもちょっと配信できたらなと思ってはいるので、うん、頑張って準備してみようとは思っておりますので。女子も、へえ、いやもう正直ぶっちゃけ知らないので、ほぼ、うん、日本人も結構危ういので、うんうんうん、なんでここの国がこういう戦術でとかはほぼ 100% は無理だから、うんうんうん、だからまあ、うん、どんなね、いわゆる女子の FIFA ランキングって日本と、うんうん、あ、男子と違うじゃないですか。あ、そうですね、そこ含めてちょっといろんな、あ、そうですか。あらまあらま。実はこの間女子はちょっとやれないかもって言ってたじゃないですか。なんでその、うん、動画出すにしても1個ですけど、うん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 、ただ1回ぐらいちょっと触れてみようかなとは。なるほど。はあ、はあ、はい、ね、ワンバックね。あ、いたね、いましたね。ワンもういない、もういないですか、ワンバック。もういないです。ああ、僕あのアメリカのキーパー結構好きでしたけどね。でっかい人。ちょっとごめん、まあ、さ、僕本当に分かんないかもしれない。知らないですか。全く分かんない。なんだっけな、なんか忘れてた。なんかモデルみたいな人。あ、そうなんですね。かっこいいんですよ、アメリカのキーパー。へえ、なるほどでございます。ハーディングとケリガン知ってます？全く分からないです。どうですか、スケート選手揉めた昔。知らない。それ何年ぐらいの話ですか。それね、80年代ぐらいですね。それ生まれてない可能性もある。90年代ぐらいですか、ね、ギリギリじゃ生まれてたわ。紐がって言ってた。知らない。分かんないそうですか。僕スケートはあの清水選手ぐらいからしか分かんないです。あ、スピードスケートね。はい、あ、なるほどね。フィギュアスケートはもう荒川静香選手あたりからしか分かんないです。伊藤みどり知らないですか。あんまり あのプレーというか あれは見たことないです。僕あのスケート場でスケートしてて伊藤みどりさん横で練習したことあるんだけど一回ね。そうすっごいのドンって落とすの、降りてきた時もうなんてボーリングの球を落としたみたいな氷の上に、ね、それだけ高く飛んでんだよね。な、子供とか教えてるからなんかたまに自分でも滑ったりして、多分あれ3回転半じゃないんだろうけど多分1回転ぐらいなんだけどすっごい音するよ、ドーンって。3回転4回転はもっとすごいんでしょうね。すごいでしょうね、あれね。ということでございまして、はい、ね、我々ライブも
やろうかななんて思ってますね。6月20日迫ってきましたね。迫ってきましたね、準備しなければなりません。僕も皆さん来てくださいね、うん、待っております、ね、ゲストもあるとかないとか、あるとかないとか、うん、はい、うん、ワンバック来たらびっくりだな色もいるかもしれない。そうですね、はい、というわけでございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。井上でした。ノーミルク佐藤でした。ありがとうございました。ありがとうございました。